こんにちは、柳田理香の1日1科学。ロケットや宇宙ステーションは地球の周りを時速2万8000キロというものすごいスピードで飛んでいます。地球に帰るにはこのスピードを最終的にゼロにする必要がありますが、一体どうやっているのでしょうか。現在人間を乗せて宇宙まで往復しているのはロシアのソユーズです。地球に帰ってくるのはこの真ん中の部分だけで、こちらが頭、こちらがお尻になります。地球に帰るときソユーズは他の部分を切り離してお尻を地面に向けて大気圏に突入します。すると空気が大変な勢いでぶつかってくるのでスピードは大きく落ちます。ただし空気との衝突でものすごい熱が発生するので、ソユーズのお尻は熱が発生しにくい形をしている上に温度が上がるのを防ぐための材料で覆われています。スピードが十分に落ちると頭からパラシュートを出して開きます。そして最後に逆噴射をかけます。その高さはなんと地上80センチ。そんなにギリギリで大丈夫なのという気がしますが、逆噴射をかけられるのはほんの一瞬だけです。長く逆噴射するためには燃料をたくさん宇宙まで運ぶ必要があって、すると宇宙へ運べる荷物が少なくなってしまうからです。また高いところで逆噴射すると落ちてくるまでの間にスピードが上がってしまいます。だから地上ギリギリで逆噴射するわけですね。今日の一日一価格、ソユーズは地上を80センチで逆噴射する。もちろん自動制御でやっています。キャプテン、地上80センチに到達しましたなんてやってたら間に合わないわけですね。また明日。